プレイ・アレクサンダー・トンプソンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロバスケットボール選手。NBA のゴールデン・ステート・ウォリアーズに所属している。ポジションはシューティングガード。NBA 史上最高のシューターの一人として名高く、1クォーターにおける最多得点記録と1試合における最多3ポイント成功記録を保持している。 高校時代から頭角を表していたトンプソンをめぐってミシガン大学やノートルダム大学、コロラド大学などがリクルート合戦を繰り広げていた。そんな中トンプソンは1年生から試合に出られる可能性が高いワシントン州立大学を選んだ。1年生時には全33試合に先発出場し p a c 1のオールフレッシュマンチームに選ばれた。2年生時にチームは アラスカ州アンカレッジで行われたグレートアラスカシュートアウトで43点を挙げて最優秀選手に選ばれた。この年トンプソンはカンファレンス2位の平均19.6得点を挙げてカンファレンスファーストチームに選ばれた。2011年2月のトンプソン3年政治にも平均20位。また PAC-10 トーナメントでは8本の3ポイントシュートを 含む43得点を挙げた。この年挙げた733得点は大学記録となっている。しかし、レギュラーシーズン終盤に大麻の不法所持で逮捕され、大学側から出場停止処分を下されたため最終戦に出場できなかった。キャリア初期2011年にゴールデンステート、ボリアーズから一巡目11位で指名された。ちなみに、当時10位指名権を持っていた。 ミルウォーキーバックスやサンアントニオスパーズもトンプソンを狙っていたと言われている。2012年10月のウォリアーズでのトンプソン12から13シーズンのライジングスターズチャレンジに選出された。2014から15シーズン2015年のワシントンウィザーズ戦でマルチン・ゴルダットと対戦するトンプソン2014から15シーズン開幕前にはミネソタ・ティンバー・ウルブーズのケビン・ラブを含んだ。 複数トレードの交渉がされたが、スティーブカー HC とアドバイザーのジェリー・ウェストが猛反対したため交渉は決裂し、開幕後に4年7000万ドルの延長契約を結んだ。2015年1月23日のサクラメント・キングス戦では第3クォーターに37点を記録し、それまで単一クォーターのうちで多く点を取ったカーメロ・アンソニーの33点を抜き、 NBA 最多得点を樹立。スコアラーとして大きく成長し、個人成績としては、平均21.7得点2.9アシスト3.2リバウンド 3P 成功率43.9%を記録した。このシーズンは、チームメイトのステフィン・カリーと共にチームを牽引し、2014から15シーズンは NBA 最高勝率となる67勝15敗へと、 チームを導くとともに自身初となるオール NBA チームサードチームに選出された。その勢いはプレーオフに入っても止まることを知らず随所で効果的なビッグショットを沈め、ウォリアーズの1975年以来の NBA チャンピオンに大きく貢献した。また父、マイカル・トンプソンもロサンゼルス・レイカーズ時代に NBA チャンピオンになっている。これは NBA 史上4組目の親子チャンピオンである。2015から16シーズン2016年のワシントンウィザーズ戦でジャレット・ダドリーにブロックを心をるトンプソン2015から16シーズンもチームは前シーズンを超えるスピードで勝利を重ねていく。トンプソン自身も調子が良く、オールスターファン投票ではガード部門4位の55万票を獲得し2年連続の NBA オールスターゲーム出場を果たす。NBA オールスターウィークエンドの 3P コンテストに出場したトンプソンはチームメイトのステフィン・カリーと共に決勝ラウンドに出場。決勝ラウンドでは去年カリーが打ち立てた27点を自らが叩き出し優勝を果たした。翌日のオールスターではリザーブとして出場。21分の出場で3ポイントシュート3。 10の9得点という、なかなか満足のできないスコアで終わった。また彼は、最終的に、キャリアハイとなる276本のスリーを、シーズンで沈めた。この記録は、ステフィン・カリーの402本に次シーズン2位の、記録である。プレイオフでのウェスタンカンファレンスファイナル VS、オクラホマシティ・サンダー戦、第6試合で、11本の3ポイントシュートを、 成功させ NBA プレイオフ1試合における3ポイントシュート成功数の新記録を樹立。プレイオフキャリア杯の合計41点を叩き出しチームを勝利に導いた。NBA ファイナルではレギュラーシーズンやプレイオフに比べ制裁を欠き、クリーブランドキャバリアーズの前に敗れ連覇はならなかった。2016年夏、リオデジャネイロオリンピックのアメリカ代表に選出され、 金メダルを獲得した。2016から17シーズン2016から17シーズンのプレシーズンの好調ぶりから一転し、開幕数試合では1本も 3P シュートが入らない、日が続くなど、好不調の波が非常に激しく、前期自己平均を大きく下回る得点と、シュート成功率だった。その後徐々に盛り返しつつある中、ボストンセルティックスへ、 トレードされるのではという噂が流れ出したりもした。12月5日のインディアナペイサーズ戦では、自己最多の60得点を記録。ケビン・デュラントの加入で成績が落ちるのではないかと言われていたが、結果的には、キャリアハイの平均22.3得点、3ポイント、成功数268本を記録し、レギュラーシーズンを終えた。プレーオフに入ってから、 自身の得点は下がったもののマッチアップの得点を大きく下げ、特に NBA ファイナル対クリーブランドキャバリアーズ戦での必要なディフェンスが非常に評価された。シリーズを4勝1敗で制し、2度目の NBA チャンピオンに輝いた。シーズンオフには以前から契約しているシューズブランドのアンタと10年8000万ドルで契約を延長した。また、 オフの遺跡で騒がれたポール・ジョージ、カイリー・アービングとのトレードをそれぞれ、インディアナ・ペイサーズとクリーブランド・キャバリアーズから持ちかけられたが、ウォリアーズ側は断固拒否の姿勢を見せ破断となった。2017から18シーズン2017から18シーズンの2017年10月29日に行われたデトロイト・ピストンズ戦で29得点を記録した。 チームは107から115で敗れたが、トンプソンはこの試合で、フランチャイズ史上11人目の通算9 0 0得点を達成した。2018年1月12日に行われた、ミルウォーキーバックス戦で、昨期2016年12月11日のミネソタティンバーウルブズ戦から続いていた、レギュラーシーズンの連続3ポイント成功試合記録が95で途絶えた。 この試合でトンプソンは2本の3ポイントシュートを放ったが1本も決まらなかった。しかし95試合連続成功という記録はチームメイトであるステフィン・カリーの157試合、カイル・コーバーの127試合に次ぐ歴代3位の記録となった。2018年2月18日に行われる NBA オールスターゲームに出場することが発表された。 2月22日に行われたロサンゼルスクリッパーズ戦で19得点を記録、チーム史上10人目となる通算1万得点を達成した。試合はウォリアーズが134から127で勝利した。3月9日に行われたポートランドトレイルブレイザーズ戦で今季の 3P シュート成功数に100本に到達した。これによりチームメイトであるステフィン・カリーに次いで、 NBA 史上二人目となる1シーズンの3、P 成功数200本を異なる6度のシーズンで達成した選手となった。トンプソンはこの試合で25得点を記録したが、125から108でブレイザーズに敗れた。3月31日に行われたサクラメントキングス戦で、右手の怪我による離脱から8試合ぶりに復帰し25得点を記録。 試合はウォリアーズが112から96で勝利した。4月8日に行われたフェニックスサンズ戦で、第1クォーターの22得点を含む34得点を記録。試合はウォリアーズが117から100で勝利し、対サンズ戦の連勝を15に伸ばした。プレーオフ1回戦、対サンアントニオスパーズの第2戦で31得点を記録。初戦の FG11。 13に続き12、20と高い確率でシュートを決めた。第5戦で24得点を記録、リック・バリー、ステフィン・カリーに次ぐ、チーム歴代3位となる、ポストシーズン通算600本目の FG を成功させた。試合は99から91で勝利し、ウォリアーズが4勝1敗で2回戦進出を決めた。2018から2019シーズン2018から19。 シーズン最初の7試合は、昨季までのキャリア7シーズン全てにおいて40%を超えていた3ポイント成功率が急激にダウンし、彼にとって最も苦しめられた期間であった。トンプソンは最初の7試合で3ポイントシュートを合計36本見投げし、わずか5本しか決められず、20得点以上を上げることができなかった。しかし、 2018年10月29日のシカゴブルズ戦にて彼は第一クォーターから3本連続で 3P を成功させ22得点をマークすると前半だけで10本の 3P を決めて36得点を挙げた。チーム全体でもボリアーズは前半だけで17本の 3P 成功という NBA 新記録を樹立しハーフタイムまでに92から50と大量リードを 奪う。前半だけで92得点は、1990年に、デンバーナゲッツを173から143で下した、フェニックスサンズが記録した107得点に続く史上2番目の数字であった。そして第3球残り5分を切ったところで、ケビン・デュラントからのパスを受けたトンプソンは、2016年11月7日のニューオーリンズ・ペリカンズ戦で、 チームメイトのステフィン・カリーが打ち立てた1試合13本の 3P 成功記録を塗り替えた。第4球はベンチで過ごし、出場時間はわずか26分だったトンプソンは、最終的に24本の 3P を試み投げして14本を成功、最終的に29本中18本の FG を成功させた。11月24日、彼は、 サクラメントキングスに117から116で勝利し、5本の3ポイントシュートを決めて31得点を記録した。この試合で彼は、ジェイソン・リチャードソンが持っていた3ポイント成功数1608本を超え、NBA 歴代3ポイント成功数ランキングで21に上がった。12月29日、彼は、ポートランドトレールブレイザーズを115から105で打ち破り、 32得点で今シーズン2番目に高い得点を挙げた。1月8日、彼はニューヨークニックスに12295で勝利し、7本の3ポイントシュートを含む43得点を記録した。1月21日、彼は10回の3ポイントシュートを含む44点を挙げ、ロサンゼルスレーカーズに130から111で勝利した。 この試合で彼は3ポイントシュートを11本中10本、FG を20本中17本決めた。3月8日、彼はデンバーナゲッツ戦で9本の3ポイントシュートを含む39得点を上げ、122-105で勝利した。3月13日、彼はヒューストンロケッツ戦に106から104で勝利し、30得点を記録した。これにより、彼は NBA の歴史の中で、カリーと並び、7シーズン続いて200本の3ポイントシュートを各シーズンに成功させた選手となった。また、彼は今シーズン初めて NBA オールディフェンジブチームのセカンドチームに選ばれた。プレイオフ NBA ファイナルのトロントラプターズとの第3戦で、トンプソンは第2戦の後半で左ハムストリングを怪我したため、 彼のキャリアで初めてプレイオフゲームを欠場した。彼は第4戦に戻り、6本の3ポイントシュートを含む28得点を記録した。第5戦で、ウォーリアーズは106から105で勝利し、彼は26得点を記録し、ラプターズとのシリーズリードを3から2に持ち直した。しかし、第6戦の最中にダニーグリーンと接触した際に、 右膝の全十字人体を断裂する大怪我を負ってしまう。チームはそのままラプターズに敗れてチーム初の 3P とはならなかった。2019現在、怪我で2シーズン連続欠場2019年6月30日、5年1億9000万ドルでボリアーズと再契約。2019年7月2日、膝の手術を受けたことを発表。ヘッドコーチのスティーブカーは、 2019から20シーズン中の復帰はないと断言した。2019から20シーズンは前日の膝の手術のため同シーズンの全球が決定した。そして2020から21シーズン前のトレーニング中に逆の膝がアキレス腱断裂の大怪我を負ってしまい、この怪我により同シーズンの全球が決定。昨シーズンに続き、 二シーズン連続での全球となった。チームメイトのステフィン・カリーともに、スプラッシュブラザーズとして、名を馳せる、NBA の歴史上においても、屈指のシューターである。無駄の少ない、素早いシュートモーションから放たれる、正確な3ポイントシュートが眩き。ピュアシューターと言われることがあるが、そのシュート能力を警戒して、距離を詰めてきた相手ディフェンダーを、ドライブや、 カットインで抜くプレーも多く見られる。キャッチシュートの数でリーグトップの数字を残しており、またガードのポジションでありながらアシストの数が非常に少ないことから周りを生かすというよりも生かされる側まさに点を取るためのオフェンスをしていることがわかる。試合ごとに得点のばらつきはあるものの安定して20点前後を稼ぐ上1試合40得点以上をも積み上げる。 ことがあるなど爆発力もある。近年ではオフェンスにバリエーションを見せ、エースの仮を抑えて、チームのスコアリーダーとなることも多く、スコアラーとしての才能が開花している。またオフェンス面だけでなくディフェンス面でも評価が高く、相手チームのエースにマークすることが多い。2015年1月23日のサクラメントキングス戦、第3クオーターに37点を叩き出し、 単一クォーターにおける NBA 記録を樹立した。このクォーターでは4本の2ポイントシュート、9本の3ポイントシュートを決めて2本のフリースローといったすべてのシュートを1本もミスすることなくすべて決めた。単一クォーターにおける3ポイントシュートの成功数も NBA 記録である。2016年12月5日のインディアナペイサーズ戦で29分間の出場で、 自己最多となる60得点を記録した。この記録はショットクロックが設定されてから30分以内の出場で決めた最多得点であり、ウォリアーズでレギュラーシーズン1試合で60点以上を記録したのはジョー・ファルクス、ミルト、チェンバレン、リック・バリーに次いで4人目である。父親は百七十八年の NBA ドラフト全体一位指名を受けたマイカル・トンプソンで、 1987から88年にロサンゼルスレーカーズで NBA チャンピオンに連覇を経験した。兄のマイケル・トンプソンもクリーブランド・キャバリアーズやイタリアのプロチームでプレー経験がある。弟のトレイス・トンプソンは2009年の MLB ドラフトでシカゴ・ホワイトソックスに指名され2015年シーズンにメジャーデビュー。ありがとうございます。